シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。今日からけはモンストニュースまとめていくってやつね。さあ、というわけでモンストニュースまとめていきたいと思うぜ。はい、ということで、まあ、予想通りモンストニュースフラッシュあったな。はい、というわけでまとめていくんだけど、まず PV 流れました。はい、こんな感じで赤いラインが入って、あれこれディビジョンじゃねと思ったのよ俺最初に。ただ出てきました。で、おい待って、まあ、この時点で俺なんか豪絶が集まったなんかバンドのユニットするんかなって俺思ったのよ、なんか一瞬。まあそんなわけねえかと思ったらジャック・ザ・リッパー出てきました。あ、そうよね。じゃあジャック・ザ・リッパーと誰か組むんだと思ったらラプラス来ました。はい、でなんかディビジョンがなんかいるからなんか戦うんかなと思ったらギター持った。おい、まさかおめえディビジョンお前ら組むんじゃねえよな。あ、クンドル組むんかい。はい、ということでキルユアアイドルやってきました。いや、こういうの好きだわ。結構ディビジョンってマイナスな感じだったけど、こんな感じで楽しい姿見ると嬉しいわ。うん、結構心配してたから心配してたのか知らんけども。はい、ということでキルユアアイドルやってきました。7月8日、まあ、8日初登場。いつも通り、そのねモンドリの2日間やってきますよということで、ちょっと後でねすごい注意点あるからそれも解説していくんだけど、まずは、性能見ていこう。はい、こんな感じになっていまして、切断系ハッピーユニットキルユアアイドル、なんか怖いな、なんか名前が。あ、それで予想通り非属性だったな。はいはい、で性能がこんな感じ。貫通&ゲージ魔王砲撃型クリティカル、アビリティ超マインスイーパー L、 アンチ転送壁バイタルキラー M、 超レーザーストップゲージでアンチブロックダッシュ M、ストライクショットがターン12プラス12、スピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点倍率を大アップさせる、友情コンボ、コピー、バウンドチャージとなっているぜ。はい、というわけで見ていきますか。まずは3ギミック対応して幅広くいける。アンチ転送壁持ってるから、まあ、今後もどっかハマっていくかもしれないよね、というところで、まあ、怖いのは転送壁ブロック。現状で言うと EX バルハラにハマっている。まあ、他で言うとそういうわけではないんだけど、現状はバルハラ。でも、この3ギミック結構最近増えてて、例えばルイス・キャロルとか、タモアンちゃん、かぐや様とか、そういうところは怖いのかなというところがある。はい、まあこの3ギミック対応しています。で、やっぱ魅力的なのがこの友情コンボだよな。コピーとバウンドチャージ。いやー、この組み合わせ怖いし、バウンドチャージはほんと優秀だからな。で、そのコピーなんだけども、これが、バイタルキラー M2 倍乗ります。弱点倍率大アップの SS の、それも2倍乗りますということで、4倍の威力をバーンってぶちかますことできるから、ほんと共有上のキャラクターと組み合わせると強力なところがある。で、その SS をバウンドチャージで早く打てますよというところで、まあほら、高難易度の友情ゲーもできると思うんだけど、やっぱり低難易度で SS をまあ即必殺と、このバウンドチャージで早く貯めて、弱点ダイアップさせて、友情コンボボーンってぶちかますということをできれば、低難易度の周回でも結構強力で、その部分が怖いかなっていうところがある。で、この友情コンボ、砲撃型なんだよな。すげえもったいない感じがあるんだけど、まあメリットで言うと、そのコピー、これが仲間の、そのサブの爆発に当たって誘発した場合、等倍で友情コンボバーン出せますよと、まあツタンカーメンと同じような考え方でできますよっていうところは、まあメリットではある。はい、という感じになってるぜ。で、本人の殴りで言うと、はい、超マイ L にバイタルキラー M。まあ、これ強力だけども、両方とも条件を失うと、威力が出せませんよ、というところがあったり、超レーザーストップダッシュ M。これ地味に嬉しいよな。はい、ということで、まあ、友情コンボを組み合わせて、威力出していこうと、そういうキャラクター。まあ、バウンドチャージ優秀だからな。まあ、魅力的な性能を十分もらっていますよ、というキャラ。はい、という感じになってるぜ。はい、というわけでちょっと注意点あるから解説していくわ。はい、このガチャ開催期間がモンドリの2日間となっていて、引くべきかどうかだよな。はい、現状必須級ではないから、スルーでいいと思う。
で、まあ、賢いのは、2日間のニュースを見て判断する。大型コラボ来る可能性あるから、コラボの性能を見て、判断した方がいいのかなと。はい。というところがあるよな。で、ちょっと注意点がありまして、このガチャ、毎年の流れでいくと、2つの属性が合体して、両方の属性源を狙えるよねというすごく魅力的な部分があるんだけど、今回なんか若干ケチって、非属性、まあ考え方で言うとレッドスターズのみのガチャとなっていて、それにプラスで、モンソニーの限定が、背徳ピストルズ、デビルズパンティインフェルノ、トゥーボンオールが出ますよというもの。まあ、この追加されている3組も現状を狙うかというとそういうわけでもないよな。だから、ちょっとケチってんだよな。去年はエビ天プラス、光と木の属性も狙えたんだけど、今回そういうわけではない。だから、なんか一瞬ね、これ、紫っぽいから、あれ？ルナも出るんだっけと思って引いたら危ない、出ません。はい。というところで、これちょっとほんと気をつけて、だからもう鬼丸も持ってますとか、レッドスターズの欲しいモンスター持ってますって場合は、なんか旨味がそこまでない可能性があるし、そこはね、ちょっと注意した方がいいのかなというふうに思うぜ。はい。ということで、モンソニがあります。はい。なんか、フェイスタオルオッケー。で、なんか新曲出すオッケー。で、はい。期間限定グッジョブ前後週、すげーいい。めっちゃいい。キルユアイドルいるんだな。メモリーいいね、これ。はい。チハヤの爆弾がすげえ目立つけども。はい。これ、有料オーブ2個と引っ換えできるから、これ課金しないと買えません。はい。そこ気をつけてください。でもすごいいいよな。俺は絶対に買います。はい。これ引き換え期間が8月7日月曜日まで。これお忘れなく。はい。次のモンストニュースは、モンドリの2日間。いやー、やってくるよ、マジで。ちょっと不安だったけどな、本当に。例年と比べて、事前なんかそんなね、盛り上げるものがなくて、ちょっと、例年と比べてそこまで盛り上がってんのかなって思ってたら、まあ、しっかりと、モンストニュースフラッシュやってくれて、新限定発表してくれて、いやー、そろそろ来るんだなっていう感じになってきたな。いやー、どうなるんだろうか。今年はフラパじゃなくて、モンドリだけども。はい。というわけでも、ぜひ皆さんの予想コメント待ってるぜ。はい。で、お次はラッキーモンスター。はい、こんな感じ。またちょっとかまいたちがいることによってなんかいろいろとね、コラボ予想になっているけども、はい、これに関しては、この後多分まあ予想動画上げると思うからそこで触れていきたいと思うぜ。はい、というわけで、ボンドリ楽しんでいきましょう。ということで、あばよ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きってしかたねえ。